わ。自動操縦モードにして。ああ、これじゃ試験に受からない。緊張しすぎじゃない？リラックスよ。リラックスできるわけないでしょ。こんなに巨大で高速の見えない塊を運転してるのに。ああ、また一日が始まった。今日はどんな悪巧みをするかな。うわっ！なんだ今のは。レーダーで怪しい高速飛行物体の捜索でもするか。なんていうことだ。こいつはワンダーウーマンじゃないか。さてはインビジブルジェットに乗ってるんだな。ターゲットロックオン。せいぜい驚くがいい。ワンダーウーマン、そのインビジブルジェットを渡してもらうぜ。あの口を氷で塞いでやる。私のジェットのコックピットは頑丈で、どんなものでも通さないの。これターボシートよね。うん、そうだけどフロスト。ジェットの操縦はできないけど、私にもこれだったらできる。そろそろ頭を冷やしなさい。おい、やめろ。そう攻撃だ、くれ。おっと、やりすぎたか。操縦パネルがやられた。これじゃ外に出られない。頑丈すぎ。閉じ込められた。嘘、間違う。沈没しちゃう。凍らせば浮くはず。これは水温が0度を下回ったことで水素結合が起こって水が結晶化したおかげなんだから。科学は置いといて、操縦最高だったわよ。ターボシートの方が合ってるみたいね。今度の試験の時あれ借りてもいいかしら。ええ、もちろん。それじゃあの虫を牢屋に入れてやりましょう。戦え恐れ。